ナックルダスターナックルダスターは、拳にはめて、打撃力を強化するための武器の総称。メリケン、メリケンサック、ブラスナックル、拳ツバなどといった名称で呼ばれることもある。カイザーナックルと呼ばれることもあるが、これは、漫画、リングにかけろに登場した、同型状の武器の名称から来ている。講義ではコテなどの防具も含まれる。拳による打撃を強化する目的で使用される武器で、 ある。指の骨や関節といった弱い部分ではなく、拳に装着した金属部分を使って打撃を行うことが可能である。多くの場合、打撃に使用する金属部分は手の平底で支える構造になっており、相手を殴った反動で生じる拳部分への衝撃を最小限に抑えられる。金属製のものは、素手では攻撃した側が怪我を。 覆うような硬い目標物を破壊する目的にも使用される。重い金属性が多いため、ブラスナックルと呼ばれることもあるが、真鍮に限らず鉄などの合金性であることが多い。コンパクトなものはポケットに収まるサイズで、ペーパーウエット、ペンホルダー、ベルトのバックル、ウエートトレーニング用の軽量ダンベルなどの名目で販売されていることもある。 一見したところでは指輪にしか見えないものもあるが、携帯所持していると、軽犯罪法や迷惑防止条例の狂気携帯によって検挙される。場合がある。室町時代から使われる。刃がついたものもある。会見とも呼ばれ宮本武蔵も使用した。琉球古武道の武器の一種。元は農耕用の蹄鉄として利用されていた。セスタス古代ギリシアのボクシングでは拳に巻きつける。 革紐、ヒマンティスが使われており、次第に外側により硬い革紐を使ったものや、金属を仕込んだものへと変化していった。自分の拳の皮膚を保護することが、主目的であるため、鍛錬が不足したまま硬い物体を殴ると怪我を負うが、相手の人間の皮膚にはダメージがある。また、革のベルトで代用することもできる。パンクラチオンでは、類似したセスタスが使われていた。 日本の鉄剣や中国の剣など、打撃部分に刃物や棘の設けられたものも存在している。第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけてのトレンチナイフの中には、ナックルダスターを兼ねる森剣部を備えた製品があった。1860年代に登場した、剣銃、ナイフ、ナックルダスターを一体化した武器。ありがとうございます。